ジョン・エリオットは、スコットランド出身のイギリス海軍士官である。7年戦争とアメリカ独立戦争で活躍して提督にまで昇進し、その後ニューファンドランド植民地の総督を短期間、務めた。エリオットは、スコットランドのジェントリの家庭に生まれ、イギリス海軍に入った。入隊直後の頃はあまり知られていないが、7年戦争時に、ポストキャプテンへの昇進を受け、 32門フリーゲート艦のアイオロスを指揮して、フランスの小型市略船を打歩し、その後3隻からなる船体を指揮して、悪名高きフランス市略船の船長で、1760年にアイルランド沿岸を攻撃していたフランスはトゥーロに、イギリスとの交戦を仕向けるという快挙を成し遂げた。短時間の、しかし激しい戦闘の後、トゥロは戦死し、市略船は打歩された。エリオットは、 英雄として歓喜の声で迎えられ、彼の戦隊の艦長たちも報酬を得た。七年戦争が終わるまでに数隻の艦を指揮したエリオットは、その後の平時を経てアメリカ独立戦争で戦場に復帰した。このアメリカ独立戦争でのエリオットの任務には、変わらイる和平施設団の委員をアメリカに派遣することも含まれていた。そして、 ヨーロッパに帰る前にアメリカの沖合での作戦で役割を果たしたが、これはさほど大規模なものではなかった。ジブラルタル包囲戦とサンビセンテミサキの海戦にジョージ・ブリッジズ・ロドニー提督と参戦し、またリチャード・ケンペンフェルト提督と1781年のウェザン島の戦いにも参戦した。アメリカ独立戦争後、提督に昇進したエリオットは、平時に ニューファンドランドの総督を務めた。しかしその後勃発したフランス革命戦争では、体力の衰えにより参戦が叶わず、1808年に、提督の地位で死去した。エリオットは1732年、スコットランドに、第2代順弾シクサーギルバート・エリオットと、妻ヘレンの4、男として生まれた。子供の頃のエリオットに関する情報は、極めて少ないが、 1740年に、ポーツマスの王立海軍学校を卒業後、イギリス海軍に入隊して、その年の7月に、オーガスタに乗った。それから病院船のプリンセスロイヤルに移り、チェスタフィールドとアシスタンスに乗って、その後スループオブ、ーノペギーで2年間任務に就いた。1752年1月には、簡易試験に合格したが、その後任務を受けるまでに時間がかかり、 1756年4月30日に、やっとスカボロに上官した。おそらくこの頃に、兄である、第三代順弾シャクサーギルバートエリオットが、庶民委員議員となって、海軍教の一人に任命されたため、エリオットの昇進の速度が増したと思われる。1757年の1月21日には、指揮官となり、同じ1757年の4月5日には、ポストキャプテンとなった。 指揮官としての最初の仕事は、海峡艦隊と共にヒュッサーを率いて、ロシュホールの偵察に向かうことだった。現在の北、アイルランド、中央右より、ベルファストのやや右上にカリック・ファーガスが見える。1758年11月には、新しい32門艦のアイオロスで任務に就いた。1759年3月19日、ブルターニュの沖合を50門艦アイシスと進んでいた。 エリオットは、フランスのコルベット艦4隻が船団を、護送しているのに出くわした。この船団と2隻のフリゲート艦は逃走したが、アイシスがその後をつけ、その場に残ったフランス艦、36門のブロンドと20門のミニオンヌは、エリオットのアイオロスのすぐそばまでやってきて、アイオロスがアイシスと共に後を追うのを妨害した。エリオットは、ミニオンヌと交戦して、激戦の末これを打破したが、 ブロンドは逃げ去った。この交戦でミニオンヌの指揮官は戦死し、副指揮官を含む25人の上院が負傷した。アイオロスの死傷者は2、3人の負傷者が出たにとどまった。エリオットはその年いっぱいをエドワード・ホークの艦隊と共に航海し、12月27日にはキベロン・湾からイントレピットで巡航した。この艦は悪天候のため指定されていた。 合流地点のグロワ島に到着できず、物資がそこをつき始め、エリオットは代わりに、アイルランド南部の金セールを目指して、1760年1月21日に、そこで補給をした。そこでも天気は荒れた状態のままで、出発を延期している間に、アイルランド総督のベッドフォード公爵ジョンラッセルからの手紙が届いた。その内容は、援助を依頼するものであった。 フランスの死薬船船長のフランソワ・トゥーロがカリック・ファーガスの近くに上陸しており、この沿岸には数隻の船しかいないということだった。この手紙はイギリス艦が立ち寄るすべての港に送られていて、どこかにトゥーロたちを捕らえる艦が寄港しているという期待が込められていた。しかし艦は皆出払っており、偶然にエリオットだけがキンセールに寄港していたのだった。またキンセールには、 嵐から避難していた36門艦ブリリアントとパラスもいた。フランソワ・テューロエリオットは船体を急がせて2月26日にカリックファーガスに到着した。しかしフランスの試略船はすでに立った後だった。船体はテューロの試略船を追跡し2月28日に追いついた。フリゲート艦のマレシャルド・ベルアイズル・テルシショール。 ブロンドから構成されたフランス戦隊とイギリス海軍の間で午前9時に満島で戦いが始まった。混戦の末、テューロの軍は打ちのめされ、屈服させられた。フランス艦はこの戦いでマストを折られ、沈没しかけていた。テューロは戦闘の最中に砲弾を受けて戦死し、遺体は海中に投げ込まれた。300人、近いフランス軍は戦死か負傷かのいずれかであったが、イギリス側は アイオロスは4人戦士で15人負傷、パラスは1人が戦士で5人が負傷、ブリリアントは11人負傷にとどまった。テューロの遺体は、ポートウィリアムの基地に打ち上げられ、カーグメデンで正式な軍令に則っ,って埋葬された。テューロの所有物の中には、浮き彫りを施した銀のタバコ入れがあり、テューロ自身の名が刻まれていた。これは、サー・ウィリアム・マックスにより、エリオットに与えられた。 サー・ウィリアムは、テューロの葬儀を取り仕切り、模試を務めた人物だった。民党白爵、ギルバート・エリオット・マーレイイ・コール・キニン・マウンド・エリオットは、イギリス議会とアイルランド議会より差異を表され、コーク主の自由市民権を与えられた。エリオットのいとこにあたる、初代順団尺サートマス・ペイズリーは、この戦闘の際に、アイオロスに乗っていて、功績を上げ、アイオロスの会議に昇進した。 フランス艦のブロンドとテルシショールはイギリス海軍のものとなりスピットヘッドに戻っていたエリオットは国王ジョージ2世に廃越した。巷にはこの戦闘を題材にした曲や絵が文章が広く出回っていった。その後1804年に海軍中将ホレーショネルソンはエリオットの多いギルバートエリオットマーリー・イコールキニンマウンドにこういう手紙を書いている。エリオットはさらに 1760年5月17日にベルイル島で海岸にフランス軍の砲台が並ぶ中、貨物を多く積んだ敵のブリック船を阻止して名を挙げた。アイオロスはこの戦いでかなりの損害を受け修理のため寄港した。艦が修理されるまでの間、エリオットは臨時に44門艦、ゴスポートを指揮して小船団をバルト海までの護衛が可能だった。 この護衛の任務が終わり、アイオロスの修理も完了した。エリオットは再び、アイオロスを指揮して、1761年は、ビスケーワンを公開した。3月23日、フランスの試略戦で4門艦カルナバルを打破し、スピットヘッドへ連行した。スピットヘッドに戻ったエリオットは、70文チ父スターの指揮を任された。年戦争が終わるまでの間、エリオットは、 このチ,チェスターで、チャールズ・ソーン・ダース提督指揮下にあって、7年戦争の最終段階の作戦を続ける地中海艦隊へと出向いたが、この時は実戦は行われなかった。カーライル伯爵フレデリック・ハワード・サー・ジョシア・レノルズ作1763年に一旦退役したエディオットは、その後1767年になって任務に復帰し、 プリマスの護衛艦である60門艦のファームを指揮した。またその年にコッカーマスの選挙区から出馬して、イギリス議会の議員を短期間務めた。1770年9月26日には、新造艦であるポートランドを任されたが、その翌年に海軍を去り、1777年に、また任務を受けて戻ってきた。この任務は、 アメリカ独立戦争に向かう64門館トライデントの指揮だった。またエリオットは、それより、前の1776年1月に、エリオットは、王立教会のフェローに選ばれていた。1778年4月11日、順庄に昇進したエリオットは、そのしばらく後に、カーライル和平施設団の5代、カーライル博、フレデリック・ハワード、ジョージ・ジョンストン、 初代オークランド男爵、ウィリアム・イーデンを植民地の住民と交渉のために来た、アメリカへと派遣した。デラウェアに到着したエリオットは、リチャード・ハウの指揮の下、ロード・アイランドの戦いに参戦した。1778年の末にトライデントでイギリスに戻り、その後1779年5月に74門艦、エドガーを任されるまでは、海軍の生活からしばらく離れた。 またこの頃に海兵隊の大佐となり、1787年までその地位にあった。サンビセンテミサキの海戦、リチャード・ペイトン作戦7 8 0年、エリオットはジブラルタル包囲戦に向かうジョージ・ロドニー・提督と合流し、サンビセンテミサキの月光の海戦で、フアンデラン・ガラシ期間のスペイン艦隊との交戦に参戦して、干渉した。 この交戦でエドガーは大きな役割を果たしたが戦死者6人負傷者20人と損害も大きかった。これはイギリス艦隊で3度目に大きな数字だった。ロドニーは一時的にジブラルタルの救援に回ったがその後艦隊は西インド諸島に出発した。ただしエリオットとエドガーはジブラルタル中流軍の支援のために残った。エリオットはすぐに 自分たちができる支援は、ごくわずかなのに気づき、中流地にあるエドガーと、同規模の大きさの艦を、スペインの沿岸警備艇の玉よけとした。ロドニーはエリオットをジブラルタルに残してきたことを、検討された。ロドニー自身の命令にも反することであったため、エリオットを帰国させるためのフリゲート艦を派遣する、必要があった。その後エリオットはイギリスに戻った。 アメリカ独立戦争が終わるまでの残りの時期、エリオットは英仏海峡でエドガーの指揮を取った。1781年11月、海軍本部は、儀戦白竜クールバンドブーシク指揮下の大規模な護送船団がブレストを立つ用意をしているという機密情報を受け取った。この船団は、西インド諸島とインドのフランス艦隊に物資を届けるための輸送艦であった。 エドガーは、リチャード・ケンペンフェルト提督の18隻からなる、船体の1隻であり、ケンペンフェルトは、機関のビクトリーから指揮を取り、船団を阻止するように命じた。ケンペンフェルトが命令を出したのは12月12日の午後、ビスケーワンでのことで、ウェザン島の南西約150マイルの地点だった。フランス艦は、船団の風下にいて、ケンペンフェルトは、即座に攻撃を仕掛けた。 夜になるまでに15隻を打砲し、残りの船は試算して、その大部分がブレストに戻り、西インド諸島に着いたのは5隻に過ぎなかった。1781年のウェサン島の海戦と呼ばれる、この戦闘で、エドガーは84門艦のルトリオムファンと追撃戦を繰り広げ、エリオットは後になって、戦闘中のこの行為を褒められた。1782年にはロムニーに転属され、 西インド諸島に向かって5隻の戦列艦と1隻のフリーゲート艦からなる船隊を指揮する予定だったが、戦争の終結によりこれは実現しなかった。初代カスカート伯爵、ウィリアムカスカート戦争終結により任務を外れたエリオットは1786年まで任務につかなかった。1786年にニューファンドランド植民地の総督と最高司令官に就任した。 彼は通常の任期を果たし、毎年6月に認知について10月に帰国した。というのも、総督であるエリオットの主な仕事は漁業の取締りだったからである。その後総督の職は1789年に海軍中将のマーク・ミルバンクに引き継がれた。そしてエリオットは1787年9月24日に赤色少将に昇進した。 さらに1790年2月21日には青色中将に昇進し、その年はスペイン軍との緊張が高まっていたため、エリオットは出動すべくバーフラーに自分の旗を掲げたものの、危機が緩和されたため出動の機会は失われた。次第に体が弱っていったエリオットは、1794年4月12日に赤色中将に昇進したが、次第に体力が衰えていき、 フランス革命戦争が開始後にもかかわらず、役職に就くことはできなかった。1795年には青色大将となり、その後白色大将となった。エリオットはロクスバーグシャーのマウント・テビオット二次賞を購入し、そこで晩年を過ごして、1808年9月20日に亡くなった。彼は生涯独身であり、トマス・ペイズリー、初代カスカート白爵、 ウィリアム・カスカートやロバート・ディグビー・提督といった、老いたちが、エリオットの遺産を引き継いだ。1758年の11月にも、同盟の艦と出会っているが、英語版に特に中期がなく、また、このテューロの戦隊の艦は32門艦であることから、違う艦と思われる。エリオットの軍人としての記録はしばしばもう一人の、ジョン・エリオット艦長のものと混同、または同一のものとされており、 ボスポートを指揮していたのはこの艦長の方であったようで、ある。一番被害が大きかったのはディフェンスで10人が、戦死し21人が負傷。次が、モナークで3人が戦死し26人が負傷した。ニューファンドランド総督が定住するようになったのは、1825年以降である。ありがとうございます。